はい、次は二気脚っていうのを、やっていきたいと思います。これは先ほどのね、分脚っていうのを飛んで行うっていうような感じですね。はい、まあ、こんな感じですね。1回だけで単発でやるとこんな感じ。それをまあ繰り返してやるんですけれども、手の形はいろいろですね。こういう形で先ほどのやり方と同じようにやってもらってもいいですし、手を1回出してそれをクロスさせてこれを外に返すと同時に飛んでこの形に持ってくるっていうのと何通りかあります。まず左足で右手を伸ばす。で右足を出して左手をクロスさせる。そしてこれをスッと下ろすと同時に飛び上がる。この足のまま飛び上がる。そして蹴るっていう感じですね。はい、もう一回ゆっくりやってみます。伸ばす伸ばす、でそのまま飛ぶっていう感じですね。はい、それを少し歩きながらやるとこういう形になります。はい、で次走って高く飛ぶと、で見てて分かると思うんですけどこれ前に流れてないんですね。でよくやっちゃう間違いっていうのが体をこう前に流しちゃう、前に流れちゃうとこれ飛ぶ勢いが上に、蹴る勢いが上に上がらずに流れちゃうので、これを走ってきた勢いを全部真上にこうその場でスッとその上に上げるようにしてください。はい、はい、じゃあ今回は二気脚の注意点ですね。まずちょっとやってみます。ここからただ走ってこういう感じですね。で、体を傾けて足を高く上げるとかじゃなくて、体をまっすぐして腰の高さのまんまでいいんで、腰の位置を上げて足はそんなに上げすぎないって感じですかね。はい、こういう感じで、まあちょっとまあ斜め上ぐらいはいいですけど、体がこうならないように、ちょっと自分の上半身のラインを保ったままでやる。で、手はこういう形のやつもあるので、そのバージョンでやると、こういう感じです。これもまあ低くていいです。最後、少し小走りにして、スッと真上にその走った勢いがつくようにしてください。で、こう走ってきたらここで、これ同じ位置にちょっと、スッと降りるようにします。